ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。ちょっと今日はね、違うところにいてね、リモートで私お願いします。そうだね。はい。まあ俺もその博多にいて。俺もというか、ゆたかさんが博多にね、出張中なんでこういう風な携帯になってしまいまして。そう。さらにちょっと今日は看板屋さんはお休みということになります。そうなんですよ、看板屋さんはお休みで、で、はい、今日の伝え方っていうのは、まあ、3連戦とも全部見てないし、ちょっといい加減なことは言えないので、まあ、いろいろこう記事を追ったりだとか、うん、まあいろんなプロ野球ニュースを見て、うん、まあ、追ってたことしか言えないので、まあ観測になるかもわかりませんが、まあ、よろしくお願いします。はい、ということで今日はちょっといつもよりはね、内容が若干薄いというかね、まあそうだね、内容がね、全部を終えなかったのでね、はい、さっきご了承いただいて、はい、その中でも三鷹さんが見て直接見てるね、ソフトバンクと日本ハムの試合とか、うん、あとね、話題になった試合とかっていうのはね、ある程度お話できるかなと思いますので、はい、はい、ではセリーグから、はい、行きたいと思います。はい、DeNA ヤクルトはヤクルトの2勝1敗の勝ち越し、まあ、そうだね、まあ、広島が2勝1敗の勝ち越し、はい、中日ジャイアンツは、こちらは2試合だったんですよね、はい、ということで、ジャイアンツが2勝ということで勝ち越しになりました。はい、はい、ということで、まずはDeNA 対ヤクルトから、はい、ね、大貫、石田、バウア、はい、まあ、ヤクルトの方は小川、小沢、丸山というね、はい、先発ピッチャーを立てましたけども、はい、まあ2試合が延長ということで、まあ、非常に延長でヤクルトが粘りを見せて、はい、2試合とも勝ったというね、まあ、この2試合っていうのはその DeNA にとってすごくリスクがあったよね。やっぱリスクを伴わないとやっぱ勝ちにいけないし、そのリスクを伴って負けたっていうのは非常に痛い。なるほど、うん、でチームも非常に疲れてる時に、うん、まあ、こういう連敗したっていうのはね、延長で、非常にもったいなかったし痛かったなという。なるほど。ただしヤクルトの方はこういう試合をものにできるっていうことは、やっぱ状態が少しずつ上がってきたかなというようなね、まあそんな意識もあるし、まあピッチャーも頑張り出したというね、うんうん、ただやっぱ3戦目にバウアーが完投したということが非常にこの2試合分を取り戻したというようなね、うんうん、まあリリーフ陣も休ませることができたし、はい、まあヤクルトの方は非常に守備のミスがちょっと目立ってね、この3戦目、負けたんだけども、ただヤクルトの方は新しい並木という選手がね1番に入って、非常にポイントとして、頑張ってるなというね、なるほど、うん、感じはするし、やっぱり川端の存在っていうのはやっぱでかかったし、うん、だからこれからヤクルトっていうのは今日負けたけども、はい、ちょっと上がってくるかなというこの DeNA 戦を見てるとね、はい、うん、それと DeNA 戦は DeNA の方はやっぱ打てないから三浦監督が非常に早い仕掛けをするんだけども、まあ、延長になってやっぱ駒が足りなくなったりだとか、まあするんだけどもね、ただこれはやっぱチーム事情だから、まあ仕方ないかなというような。難しいですよね。いや難しいなこれね。だから宮崎が万全だったら宮崎を6回でダイソー送るっていうこともないんだろうけども、まあ延長になってね宮崎がいないとか、まあそういうリスクを背負わなきゃいけないんで、まあ非常に辛い3連戦だったけども、やっぱバウアーがやっぱ6勝目ということでね、でそれも完投で勝ってくれたということが非常に大きかったかなという、まあそういう3連戦でしたよね。まあ、前の、ね、2試合をこう接戦延長の末で落としている後っていうのもまた重要な勝ちだったですかね。まあ重要だしね、やっぱ中継ぎ陣がフル回転してたから、うん、バウアー一人で投げ切ったということが
やっぱり一つ大きかったかなっていうのは感じはするよね。ねえ、頼もしいですよね。頼もしいね。9回128球、はい、で被安打4、はい、2つ7でフォアボールが3つという内容でしたね。はいはい、はい、という内容でした。はい、で次続いて広島対阪神。はい、広島床田、森下、野村、はい、ね、阪神は西勇輝、大竹、村上という、ね、まあ、前半を支えたようなピッチャーが投げているけども、まあ、ここは広島が2勝1敗、まあ、阪神が1勝しかできなかったという、まあ、広島はやっぱりね、まとまりがあるね、チームが。今とてもいいですかね。だから1戦目の床田なんかはさ、非常に丁寧だし、点をもらってもすごく丁寧に投げるし、まあ、3戦目の野村、まあ、久しぶりに勝ったけども、まあ、非常に安定してて、6回を無失点というね、まあ、投球だったけども、まあ、素晴らしかったというふうには聞いてる。うん、で阪神の1勝は大竹、大竹はプロ入り初完封勝利、はい、なるほど、ね、で9イニングで1人も先頭打者を投げ出さなかったというね、うん、まあ非常に安定したピッチングを見せてくれたよね。先頭打者を出さないというのはすごいですよね。やっぱすごいよね、安定感だよね、うん、まあ、それで村上が、3戦目に投げるんだけども、はい、小園にホームラン打たれるんだよね、はい、まあ、フォークボールを打たれたということなんだけども、まあ、だけど、非常に、広島の方はなんかすごくなんか選手間の競争がすごい激しくなって、まあ、いい感じのチーム状態にはなってるよね。なるほど、それと小園を上げてきたりだとかさ、野村が勝ったりだとかさ、まあそういうことでやっぱこう気持ちはどん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 上がっていくよね、やっぱりね。だから非常にいい状態の広島カープかなっていうふうに思うし、ね、どん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 上来てますもんね。そうだね。で阪神の方は、はい、やっぱ4人入れ替えしてるんだよね、1軍と2軍を。だからまあ近本がデッドボールでとかで骨折が判明してね、まあ、サトテルを予定より早く上げたりだとか、まあ、島田を一番に使ったりとか、その島田がね、先頭打者ホームランを打ってくれるけども、ただやっぱりこう岡田監督がやりたい野球、考えてる野球とはズレが生じてきてるよね、だいぶ。だからここら辺がやっぱこう阪神にとっては、その監督が考えてる野球と選手が考えてる野球がこう合ってこないとさ、やっぱなかなかこう長続きはしなくなるかなって、これからやっぱちょっときつくなるかなというような、そんな感じがしたよね。なるほど。でやっぱ広島はいい状態なだけに、やっぱ今オールスターまでこう頑張ればなんかちょっとチャンスが生まれてくるかなという感じの3連戦でした。はい、はいはいはい、続いて中日対巨人、ね、柳、高橋宏斗、ね、巨人は山崎、グリフィンという、はい、まあ両方とも負けれない投手をね、立てての一戦だったんだけども、まあ巨人が連勝したというね、で柳がね、まあ、投げるんだけども、まあちょっと巨人戦には分が悪いのかなっていうようなね、もう感じもするし、まあこの試合は岡本、はい、とか大城かな、ホームラン打ったのは。そうですね。うん、だからまあ巨人ね、バンテリンドームでも巨人の勝ち方ができるというね。はい、丸選手もホームラン打ってますね。丸選手も打ってるしね。で2試合目は高橋宏斗、ブリンソンの1打席目のに足に直撃してんだよね、ピッチャーライナーが。
まあそれによってやっぱ投球のバランスが崩れて岡本に満塁ホームラン打たれてるんだけど、まあちょっともったいなかったね。ねえ、うん、前回が良かっただけにね、まあ期待はしたけども、まあだけど打線も頑張って追いついて延長に持ち込み、まあ先試合出場の梶谷に決勝タイムリーを打たれるというね。まあだけどその巨人の方はなんだかんだと言ってやっぱり2試合を連勝したということはこれ弾みにもなるだろうし、うん、だからまあ中日の方はやっぱり柳、高橋宏斗でやっぱ連敗するということはね、ちょっとやっぱりチーム状態があまり良くないかなという、うん、ただ石川高也が少しずつ上がってきてるんで、はい、まあちょっと楽しみにはなってきてるけども、うん、ちょっと細川もちょっと疲れが出てるかなという感じもするし、だからここら辺がやっぱちょっと揃わないよね。なんかこうあれですかね、まだ勝ち負けの波が、調子のいい時は結構勝って、まあいいのかなと思うとまたちょっと負けが来てっていう感じ。まあそうだね、だからまあそこら辺がそう足並みがなかなか揃わないというところで、まあ辛いだろうけども、まあでも若手がちょっと頑張ってるからね。そうですよね、うん、だからそれとやっぱりピッチャーにやっぱり援護点上げないとやっぱなかなかね勝つにしても厳しいからね。そうですね、うん、でもまあ巨人はよくしのいで、まあ、勝ったというね、うん、バンテリンドームでも巨人らしい、まあ、ホームランとかねそういうのも出て、まあ、中日に勝ったというね、まあ、そういう試合でした、はい、ね、こうね順位的にもこう離されていかないようにね。まあそうだね、よく頑張ってついてると思うよ、上にね、なんかねすごく調子がいい中でね。そうだね、はいはい、というセリーグでした。はい、でパリーグ、うん、ね、ソフトバンク対日本ハム、はい、これ豊さん2試合解説に行ってたのでね。まあそうだね、なよくわかるんだけども、まあソフトバンクの方は和田、坂東、大関、はい、で日本ハムの方は伊藤、鈴木、加藤、はい、ね、で1戦目、ソフトバンクは和田を立てたんだけども、和田がなんか前腕部を少し張りかなんかであまり思うように投げれなかったんだよね。で立ち上がりにもうポーンと野村にホームランを打たれてみたいな、はい、それからちょっと失点がだらだら続いて、でまあ都合、まあトータル的に10点をね日本ハムに取られるという、まあ和田だけじゃないけども10点を取られるというね、まあその中で万波がホームランを打ったりだとかさ、まあ本当に日本ハムの快勝だよね、うん、うん、ただソフトバンクの方もやっぱ調子が良かったら連勝できてたんだけども、まあ伊藤にやられるんだけどもね、ただ伊藤もなんか非常に苦しんだという、まあ球数も投げさせられたしさ、だからソフトバンクの状態的には悪くはないんだけども、まあ和田のちょっと状態があまりにも悪すぎてちょっと誤算が生まれたというね。なるほど、まあそういう試合だったよね。はい、はい、で2試合目坂東と鈴木、うん、で鈴木に対してソフトバンクは8人の左バッターを並べたんだよね。で初戦の日本ハムの攻撃を見てて、甲斐がバンドに対してのリードを変えたよね。最初は本当に変化球から入ってくることが多くて、まあ、日本ハム打線っていうのは初球から行くバッターっていうのがガンガンいるんだけど、だからそれを許さなかったというね、まあ、そういうところがあって、非常にバンドと甲斐のバッテリーが翻弄していったというね、うん、まあそういう試合だったんだけども、ただ鈴木も調子は悪くなかったと思うんだけどもね、うん、初回のノーアウトランナー一塁から三森が打ったショートゴロを前進してきて、ショートがそのファースト投げるかなと思ったら反転してショートに投げたんだよね。ショートに、ショートにね、はい、で急な角度で投げるからさ、
やっぱセカンドもそのままファースト行くと思ってたんだと思うんだけど、取れなかったんだよね。セカンドに投げたんですよね。セカンドに投げたんだけど、もうあのベースから相当前に出てて補給したから、そのまま立ち上がりだから一つだけ取ってくれればいいものをちょっと無理したんだよね。うん、そこからミスが出て、一気にこう崩れていくんだけども、ただやっぱソフトバンクのその左バッター鈴木に対してやっぱ襲いかかったんだけど、やっぱみんなあのいいコンタクトしてたね、うん、やっぱさすがソフトバンクっていうような、まあそんな感じがしたよ、はい、うん、うん、もう鈴木投手は2回ですかね交代になって、まあそうだね、うん、まあ状態的にはね、ストライクがいつでも取れるような状態で調子は悪くなかったと思うんだけども、やっぱり味方にちょっと足を引っ張られたというね、まあ感じましたね。で、ソフト、あの日本ハムの方はやっぱそういうミスもあり、やっぱ走塁ミスもあったんだよね。4番万波が控えてるのにわざわざ1点を取って、その清宮がサードを欲張ってアウトになるとかね、ありましたね。あ、だからまあそういうのは非常にもったいなかったね。なるほど、はい。で、3戦目今日は、あの柳田一人にやられたという。なるほど。いや、相性とかそういうことを考えると、あ、一塁ベースが2度とも空いてたんだよね。はい。一つはあのツーランホームランで、決勝点になったのは、うん、まあ1打点を挙げるんだけども、三塁打を打たれるわけだけど、その時もやっぱこう一塁が空いてたと、うん、で守備でもやっぱり非常に2回ランナー刺してんだよね。なるほど。あ、だから今日の柳田っていうのは止める人間がいないなと思って中継をしてたんだけど、まあ、それでも勝負いって、まあ、打たれる形になったんだけどもね、うん、まあ次にデスパイネだったから、はい、日本にね帰ってきて、まあそんなに日もないし、そんなに状態的にはいいとは思わなかったんだけども、まあそこと勝負できなかったかなっていうようなね、まあそんな感じがしたよね。どうですか、久しぶりのデスパイネ選手は。あ、足は動いてる。うん、でバッティングっていうのはね、まあ、そんなに変わってないけど、まだちょっとゲーム感がないな。なるほど、うん、ゲーム感はなくて、まあでも走塁を見てると非常に足は動いてるなっていうような感じがあるよね。うん、だからまあ戦力には絶対確実にはなってきてくれると思う、はい、うん、ね、はい、はい、まあそういう3連戦でした。はい、はい、で楽天オリックス、はい、田中マー君ね、庄司、岸、はい、でオリックスの方は山崎幸也、宮城、山下、はい、ね、楽天が勝ち越しました、2勝1敗、はい、まあ初戦はね、マー君がやっぱりいきなり、うん、満塁ホームラン打たれるとか、はい、まあ頓宮一人にやられたと言ってもいいと思うんだけど、頓宮が6打点、やっぱ相性もいいんだよね。うん、うん、田中投手自己ワーストになるんですかね。いや、そうだね、まあ最短になるよね。はい、まあ、それと山崎幸也も6勝を挙げてんだけども、なんか、あ、6勝5勝かな挙げてんだけども、山崎幸也投手、うん、いや、だけどここにも満塁ホームラン打たれるんだよね。だから先発ピッチャーが両方とも満塁ホームランを打たれて降板していくんだけども、やっぱオリックスが粘って勝ったというね、1戦目だったんだけどもね。ただ楽天の方は、まあ、いきなり満塁ホームランやって、あの5対0ぐらいになるんだよね。だけどそこから反発力がある楽天は、だから状態的には悪くないと思ってたんだよね。で2試合目は庄司ね、プロ入り初勝利、6対1で宮城と投げ合って勝つんだけども、ちょっと宮城がやっぱ状態が良かったり悪かったりするね。そうですね、うん、ここら辺は、うん、うん、だからここら辺はちょっと宮城を一回飛ばしてもいいのかなっていうような
ちょっと疲れが溜まってんなっていうような感じがするよね。なるほど、うん、ただ庄司はやっと勝てたけども、だから非常にまっすぐの走りも、まあ、変化球、縦割れのカーブも非常に安定してて良かったよね。うん、だからやっぱこう何回も何回もチャンスを与えるっていうのはよくわかるわ。なるほど、うん、まあなずっとこう勝てそうな試合もなんかまあなんていうのかな、こう勝ち投手の権利を持っててもなんかちょっとガタガタと崩れてみたりだとかさ、まあそういうところ不安定さもあったんだけど、まあこれでちょっと変わってくるかな。でやっぱ勝ちがね一つつくとこう気持ち的にも違いますよね。まあそうだね、うん、で3戦目は、まあ、岸と山下俊平太、はい、3対0で、ね、楽天が勝つんだけども、岸がやっぱり良かったね。で山下俊平太もやっぱものすごい出力を持ったピッチャーなんだけども、ちょっとランナーがいる時に簡単に行き過ぎたかなっていうような、まあ、そんな感じもするし、なんていうのかな、まあこういう時期もあるんだよね。やっぱずっと頑張ってきてるからさ、やっぱ一旦落ちるとか疲れが溜まってきて球がいかないとかそういう時ってあるんだよね。でも岸はこの前勝てる試合を勝てなくて、やっとこう晴らしたというようなね、やっぱこう腐ってなかったという、うん、まあただその楽天の方は宮城山下に勝ったからね、うん、はい、だからやっぱり力あるんだよ、それと乗ってきてるよ、楽天は。うん、だからこれからやっぱ楽天は台風の目に少しなってくるかなっていうような、まあ、感じがするし、ちょっとオリックスは少しこう足取りが重くなってきてるね。だからここ踏ん張りどころだね。はい、はい、うん、で最後ロッテ西武、はい、うん、西の佐々木朗希、小島、はい、で西武の方は今井、平、与座、まあいいピッチャーが両方とも投げるけども、まあ3連勝でロッテが終わる、ロッテが勝つという、うん、で1戦目なんか西野と今井の投げ合い、はい、今井なんか素晴らしかったね。でトータル的にこの試合はロッテが2本しかヒット打ってないんじゃないかな、うん、それでもサヨナラ勝ちをするというね。ね、そうですよ、粘りを見せるというね。一方西武は8安打打ってるんですよね。そう、8安打打ってるんだけどやっぱ点に結びつかないというね。で佐々木朗希と平の投げ合いもね、まあそうだと思うんだけど、やっぱ佐々木朗希から点を取るっていうのはなかなか至難の技なんだけどもね。まあ平も頑張ってて踏ん張ってたんだけどさ、まあ中村のやっぱり一発っていうのは大きかったね。まあ1戦目はあれだな、サヨナラじゃないね、これは角中が打ってるね。1戦目ですか？あ、違うか、1戦目はサヨナラか。1戦目はサヨナラですよ。サヨナラだね。振り返りで。うん。はい、サヨナラです。サヨナラだったね。で、佐々木朗希の時は、あれが打ったんだ。角中がね。あれがって。そうそう、角中くんが、角ちゃんが打ってくれたんだよ。はい。ねえ。で、まあ平もね、よく頑張ってるけど、やっぱなかなかこう、勝てないね。流れがちょっと変わっちゃったな、 DeNA 戦で勝てなかったから。ああなるほど。ピッチャー変えてまだいけたのに、まあ、DeNA にひっくり返されてね、まあ、あれからちょっと平の流れが悪いかな。なるほど。で今日はやっぱ西武も連敗中だし、やっぱこう意思統一でね、みんなで頑張ろうってね、よしこの一戦にかけようみたいな多分試合だったと思うんだけども、だけどやっぱポランコの同点ホームランとかね、やっぱ粘りが出てきたね、ロッテもね。
今日も延長戦だったんですけどね、うん、そうで、まあ安田がサヨナラを打つんだけどもね、はい、うん、まあだけど、なんて言うんだろう、まあ西武が噛み合わないな、うん、うん、今日でも勝つかなと思ったんだけど、やっぱこう上位のチームと下位のチームのモチベーションがちょっと違うかなっていうような感じがしたよね。なるほど、うん、だから西武はやっぱこう一つ流れを変えるためにね、やっぱ何かしなきゃいけないし、まあおかわり君が2000試合出場とかね、まあそういうことは喜ばしいことだけども、だけど、はい、なかなかねやっぱ続かないと、やっぱ勝たないとそういう試合はねなんか乗っていけないかなっていうような気がするよね。じゃあもうここね一踏ん張りして、まあそうだね。ただあのロッテの方は一時期ちょっと悪かったんだけども、ここに来て、まあ、安田が復活したりだとか、あのポランコがホームランを打ってくれたりだとか、まあ、山口もホームランを打ったりだとか、ちょっとずつ戻ってきているよね。中村翔吾も良くなってきたし、で角ちゃん頑張ってるしな、まあ今日はダメだったけど、うん、だけどまあまあ打線的にはちょっと息を吹き返してきたかなっていうような、まあそんな感じがするから、まああの下の追い上げっていうかだいぶ差は空いてるけどもね、うん、うん、だけどこれからまた上位を食っていけるようになってくればまたチャンスは生まれてくるかなっていうような、はい、そんな感じがしました。ちょっと今ね下位のチームも今ちょっとね、楽天日本ハムなんかもちょっと元気が出てきたりして、まあそうだ、特に楽天だな、うん、楽天はやっぱこうマー君がやっぱこう安定的に勝てるようになってくると上位に上位を食ったりとか多分できるようになってくると思うんだけども、やっぱ額面通り働くか働かないかっていうのはすごく大きくて、なるほど、だから庄司っていうのはルーキーでまああんまり計算には入れてないよね、勝てるか、ま、負けるかっていうのは、いや勝ってくれたら嬉しいなっていうぐらいで、だけどやっぱりこう実績のある人間がやっぱそれなりの結果を残してくると、やっぱそのチームは怖くなってくるよ。そうですよね、はい、うん、ね、あのパリーグ勝敗を最初にお伝えするのを忘れたので今お伝えしておくと、はい、日本ハムはソフトバンクが2勝1敗の勝ち越し、はい、楽天が2勝1敗の勝ち越し、ロッテ西武はロッテが3連勝というような結果でした。そうだね、はい、はい、まあちょっとね今日はねちょっと申し訳なくて、看板やちいちゃんも看板がないしちょっとね簡素なんだけども、まあできるだけ情報を集めてねちょっとお伝えしました。はい、ね阪神の方はちょっと歯車がちょっと狂ってきたし、ちょっと意思統一っていうのをもう一度しないとすごいなんかちょっと危険だなっていう匂いがしてきたのと、やっぱ救世主 DeNA はバウアーがいるっていうのはでかいなっていうふうに思ったね。この特に感じましたかね。うん、感じたよね。まあそれと広島の勢いっていうのはこれはやっぱ怖いなという、うん、やっぱりこう警戒すべき広島が来たみたいなね、うん、それとやっぱ巨人はやっぱこう破壊力があるなっていうようなね、そういうことを感じさせてくれた、3連戦でした。はい、ね、まあ次はちゃんとしっかり見て、お伝えできるように頑張ります。はい、いつも通りね、はい、たいと思います。看板やちいちゃんもね、はい、はい、じゃあありがとうございました。はい。